やっとお昼ずら。もうお腹がペコペコずら。ルビーも体育頑張ったからお腹と背中がくっついちゃいそう。打天使ヨハネもこの人間界における仮の体も供物を求めているようね。くっくっく、いざ始め。打天使13。よしこちゃん元気ずら。マルも今日はばあちゃんが豪華なお弁当にしてくれたから楽しみずら。今日はお誕生日だもんね、花丸ちゃん。お弁当箱もいつもより豪華だね。楽しみすぎてドキドキが止まらないずら。よし開けるよ。この神々しいまでのつや照り、甘美の雫に吹かされし衣をまとったお赤飯浄化されてしまう。ばあちゃん特製お赤飯のいなり寿司ずら、たくさんあるからよしこちゃんもどうぞ。はっ、可愛くていいね。とっても美味しそう。ルビー、お姉ちゃんとお弁当用のポテトフライを作ってきたから交換ね。ありがとうずら。ルビーちゃんもお一つどうぞ。早速いただくね。あ、冷めてもカリッとしててこれは美味しいずら。ずら丸には打天使ヨハネの特製打天使料理を授けよう。いでよ、漆黒のオーブ。新作の唐揚げも美味しそうだね。ありがとうずら。ごちそうさまでした。美味しかった。お腹空いてたからあっという間に食べちゃったずらね。打天使ヨハネの魔眼は全てを見通す。くらえ、漆黒の甘美を内包せし柔らかなるものを。このもっちりとした食感とずっしりとした重み、これは大黒屋さんの今川焼きずら。あんこがたっぷりで美味しい。甘いものが食べたいなって思ってたんだ。よしこちゃんありがとう。つぶあんとこしあんの両方味わえてお得ずら。この甘さが体中に染み渡るずら。よしこちゃんありがとうずら。リトルデーモンの誕生日を祝うのもヨハネの当然の務め。この駄菓子の詰め合わせも受け取りなさい。そしてさらなる打天使の祝福を与えてあげる。まだ何かあるずら。その通り、打天使ヨハネの名において召喚す。リトルデーモンズラ丸の生誕を祝いに集いし者たちよ、今こそ入れよ。ハッピーバースデー。もう合図はヨシコちゃんがやるってそういうことだったのね。お誕生日おめでとうございます、花丸さん。昨日ルビーと作った小豆とお茶のクッキーですわ。お茶も抹茶とか麹茶とか紅茶とかいろんな味にしたんだ。お誕生日ケーキも楽しみにしててね。ありがとうずら。ふんわりお茶の香りがしてとっても美味しそうずら。花丸の模様もとっても素敵だね。私とリコちゃんからは羊羹の詰め合わせだよ。インターネットで見つけて読書が好きな花丸ちゃんにぴったりだと思って取り寄せてみたよ。羊羹の断面に物語が感じられるの面白いでしょ。包み紙にも短いお話が書いてあるから食べた後も楽しめるといいわね。うわー、これはすごいずら。インターネットでお取り寄せなんて未来ずら。私とカナンからは小豆とあんこを使った世界のスイーツです。ホテルのシェフに教えてもらって私とマリで作ったのもあるよ。結構自信作なんだ。見た目にも綺麗でどれも美味しそうずら。この詰め合わせ
子なんて宝石箱みたいで食べるのがもったいないよ。これで当分お菓子には困らなさそうね。私からは一口サイズのどら焼きを用意してあげたわ。確かこれ好きだったわよね。ずらー、これ美味しいよね。よしこちゃんありがとう。ずらー、あ、私からのプレゼントは後でのお楽しみだよ。楽しみにしててね。もう昼休みが終わっちゃうみたい。続きは放課後、練習の後ですわね。花丸さん、楽しみにしていてください。とっても楽しみにしてるよ。みんなありがとうずら。ハッピーバースデー。練習も頑張ったし、とってもシャイニーなバースデーになりそうね。一日中お祝いしてもらって、まるはとっても幸せずら。花丸ちゃん、朝からずっとニコニコして嬉しそうだったよね。ルビーもたくさんおめでとうって言えてすっごく嬉しかったよ。この先の1年も打天使ヨハネの加護を授けてあげるわ。最高の1年に期待なさい。花丸ちゃんはヨシコちゃんの良き理解者だから、ヨシコちゃんの打天使設定も絶好調だね。設定言うな。リトルデーモンの生誕を祝うのは打天使ヨハネの当然の務めなんだから。お祝いしたくて仕方なかったみたいよ。乾杯用の可愛いコップとお皿、フォークまで揃えて持ってきてくれたの。こういう小物に凝るとグッドパーティーポスが上がるよね。さすがヨシコちゃん。さ、ダイヤとルビーちゃんが作ってくれたケーキも準備できたし、乾杯しようよ。うん、パーティーの後のお楽しみもあるし、早速始めよう。みんな準備はいい？せーの、乾杯。あー、ルビーちゃんとダイヤさんの特製ケーキ、本当に美味しかったずら。抹茶をベースにしつつ、花丸ちゃんの好きなあんこ入りのクリームと甘納豆がアクセントになってたのが良かったわよね。よしこちゃんが準備してくれたお皿とフォークが可愛くて、ケーキも美味しそうだったよね。ありがとね、よしこちゃん。ちゃんと花丸に合わせてキュートなデザインを選んでくるのがさすがよね。花丸ちゃんとよしこちゃんは幼馴染だし、お互いのことがよくわかってるのもいいよね。よしこさん、先ほどルビーも言っていましたが、ケーキに合わせてくださってありがとうございます。この打天使ヨハネにとって人間界の TPO に合わせることなど造作もないわ。あ、もうこんな時間なんだね。そろそろ片付けよっか。そうだね。あ、まる、一つ気になることがあるずら。気になること？さっきパーティーが始まる前、チカちゃんが言ってたずら。パーティーの後のお楽しみもあるし、どうもそこが引っかかるずら。ふんふんふん、さすがは名探偵花丸ちゃん、バレてしまったのなら仕方ない。ずら、本当に当たってたずら。発表します。私からのプレゼントは貸し切りの温泉だよ。一人の貸し切りだと広すぎるから、みんなも一緒に入るずら。うわー、極楽、極楽ずら。ちかちゃん、素敵な誕生日プレゼントありがとうずら。花丸ちゃんは温泉が好きって聞いていたから、ミトネーとシマネーに今日だけ特別にってお願いしたんだ。無事にプレゼントできてよかったよ。体の芯から温まるこの感覚、打天使的にもたまらないわね。みんなで入れて楽しいよね。広いお風呂って気持ちいいな。私たちまでご一緒させていただいて恐縮ですわ。マリさんとカナンさんももう少しゆっくり入ればいいのに。
カナンちゃんは昔から長湯が苦手だったよね。でも温泉に入るのは好きで、チカちゃんと3人でよく入ったっけ。私もよくお邪魔させてもらうけど、本当にリフレッシュできていいわよね。みんなにお祝いしてもらえて、温泉